やはりここは情報通り、はい、テコキストリートなんですね。みたいですね。めちゃめちゃあるね。はい、めっちゃあります。入り口入ったとこにデカデカとノーセックスと書かれた張り紙があってまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いきますか。10秒ぐらいだと思うんですが、はい、普通電車に3時間以上揺られまして、今日はさすがにさっさと終わらせたいです。わかりました。今日のテーマ何でしたっけ。手こき通りでした。珍しく視聴者さんからのタレコミです。はい。で、どうしましょう。どうしましょう。燃え歴がないんですよ。はい、僕も調べました。どうしましょうかね。ここからだと車で30分ぐらいのところなんですよ。そんな遠いね。早くても20分、そんな距離だったと思います。確かとりあえず援軍当たりましょうか。そうですね、わかりました。援軍。ここからだとレンタカー案件かバス案件ですね。言葉が出ないです。はい、とりあえず休憩しよう、このバスで。いやこれはいかんすね。おお、でかくなったな、小僧。あ、どうも、久しぶり。どこの小敷がいいのかなと思って思ったよ、今一瞬。で、今日どっから来たんですか。銚子市。銚子？千葉の銚子です。令和の虎見ました。あ、見た？はい。ありがとう。リアルタイムで。嘘。はい。バズったっすね。あれ、本当に泣いてたんですか。泣いてたよ。もっと早くしたいから嘘ちゃうんですか。ここでそうだよとは言えないよね。だっつ。泣いてた。福田さん、いつ出るんですか。出るまくないなと思って、どうもお久しぶりです。全然思わないしね。そうそうそうなんだよ。元気そうだね。で、今日はどこに行くの。茨城県といえば、うん、福ちゃんですから。捜査内容発表しますよ。この茨城県にタイ人に侵食された、タイ人に侵食されたテコキストリートがあります。ずいぶんまた酸っぱいとこ見っけてきたね。そこを一緒にね回っていきたいなと思います。あと宣伝したかったんですけど、福ちゃん、うんうん、あの車のあれが見えへんから、あんなとこに止めるから、まあいいや。っていうか、いいんですか、こんなアホみたいなチャンネルと絡んでて。怒られないですか。全然全然大丈夫ですか、うん、フリーだし。フリーの意味はちょっとわかんないですけど。まあ、とりあえずじゃあ今日も行ってみましょうか。はい、よろしくお願いします。行ってみましょう。お願いします。はい、でかくなったな小僧。あ、でもだいぶビッグなプロジェクトになってるじゃないですか。400万円さ出た感じになってるけど、400万円もらってないんだよ。自分のお金でできるような流れになっちゃったの、今年仕事が忙しくて。あ、そうなんすか。そう、借りたら返すしかないじゃん。あ、確かに。で、そのリスクとかも総合的に考えた時に、社長さんたちに、はい、大丈夫ですって言ったの。逆に良かったですね。あ、これこれ曲がるけどいい。あ、ごめんなさい、まっすぐです、すいません。あ、まっすぐ、ごめんなさい、すいません、失礼しました。すいません。でも今後ペット仮想の方関東1円で展開するんですよね。展開しますよ、うん、全国展開するつもりでいるから。おお、その時加盟店になって大阪地区の。あ、やりますやります、ね、もちろん。はい、1ヶ月の売り上げは1台車につき200万想定してますから。へえ。そっからの俺のインセンティブは60万円です、はい、月に。30% ぐらいですか。ああ、まあまあ取るっすね。まあまあ金の亡者っすね、お前。人にこの前金の亡者言うといて、ね。スプラッシュ福田でございます。はい。もうこの人金の話ばっかりしない。もう金の亡者だからね。自分が金の亡者。そう、広告費かけるから。まあ、そうそうそう。いや、全然いいっすよ。強い集客を目指していきますので、はい。じゃあそんなね、全国展開を目指す前にこの地元茨城県の闇暴きましょうよ。そうだね。ここからそのストリートが始まるはずです。リラクルさんがありますよ、まず。両サイドに地図やったら出てくるはずです。まずは一旦進めますか。はい、あ、ラボホもあるわ。あ、ここ一もある。どこでもあるっす。あるな。はい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 、まずはで、あ、左にもありますね。変態ストリートっていう名前をつけましょう。インスタでバズらせます。頑張ってください。こういうね。あ、ここにもあるっす。ああ、サイアンマッサージ。あるね、あるね。あ、これもちょっと、あ、そうでもない、違う、これは違う、はい、右に出てくるわけです。これ、あるね、あるね、対抗式、はい、で、もうすぐ騒いこれか。あ、これだ、これですね。
あそこ、ここにもあるわ。めちゃめちゃあるな。あのサーディンが一番人気ですもんね。めちゃめちゃあるね。はい、いや、めっちゃあります。地図に載ってない店もあるね。ああ、そうですね、はい。これもじゃない？これもや。めちゃめちゃあるな。これ？これです。うわ、こっそ、うわ、ここにもあるわ。あ、これだ。あるわ、ある。その左にもありますね。うわ、あるわ、また。あ、こっちにもあるよ。うまや。めっちゃめっちゃあるわ。どっち曲がる？左です。左に曲がるね。ここ全部そうじゃん、これ2つ。そうっす。すごい外国の人が多いんだもん。だって歩いてんの。確かに。これ左です。ここ左。あ、ここにもあるじゃん。めっちゃ有名ですよ。あ、ここ有名なの。あ、これ。はい、普通の家じゃん。この辺で聞き込み行きますか。はい。ありました。かなり警戒されてるんで、ストレートに聞いても教えてくれないです。なんて聞いたんですか。いや、もうストレート聞いたんですよね。ストレート聞きました教えてくれてるやん。ただそのまた嘘っすか。最初はないって言われたんですけど、だいぶちっちゃい声でシーって言いながら、みたいな感じでこっそり匂わせてくるみたいな、そんな感じでした。昨日の調子の太鼓式マッサージでは散々だったのにね。やはりここは情報通り、はい、テコキストリートなんですね。みたいですね。もう少し聞き込み行ってみましょうか。わかりました。あの2件、はい、お願いします。わかりました。2件ともありました。おお。しかもですね、うん、2件目は本ありです。昔の民家みたいなとこ、かって左側のとこにね。そうです。うん、そのことです。結局30件ぐらいありましたね。そうですね。地図載ってないのも含めて。はい。じゃあ今から一番の名店と言われる、そして過激サービスの発祥の店とも言われる店に潜入してみますか。わかりました。コーヒーで特許なんていうのがあるんですね。はい、あります。はい、はい。どうした。まずお店さんに入るとタイ人のママさんが出てきまして。なんでわかるんですか、タイ人。隠しない、その時点では隠しはないんですけど。締め付け良くないですよ。そうですね。とから聞いたらタイ人だったということで。あ、そう。はい。女の子が 4,5 人いたんですよ、その時点で。入った瞬間に。そうです。で、すでにですね、靴が2つあって、お客さんが2人ぐらいいたんです。そこでママさんにマッサージですかと聞かれて、システムの説明を受けます。60分7000円のマッサージがあるよと言われまして、手はいけるけどノーセックスと言われたんですよ。入り口入ったとこにデカデカとノーセックスと書かれた張り紙があってまして。大っぴらっすね。そうなんですよ。それを指さして最初に釘を刺されるんです。手もダメですけどね、あんなところで。そうなんですよ。で、ここで引き下がるわけにもいかないので交渉に入りまして、数年前に出張で来たという事例を出しまして、そしたらですね、いや、そんなことはないと、うちは手だけだと、もし本をしたいんだったら他の店があるから他の店に行きなって言われました。で、どうするって聞かれたんですよ。過激サービス発祥のうちとも言われてるのに。そうなんですよ。そこで強い意志を感じたので、これ以上は詰めれないなと思ってですね、とりあえずは60分7000円のマッサージを受けることにしました。入ったのはタイプラスオイルです。タイ古式のみのコースもあるんですけど、手を受けることはタイプラスオイルだということみたいです。で、あそこ施術ルームが十何部屋あるんですよ。で、中も綺麗なんですよ。で、各部屋にノーセックスという張り紙があるんです。徹底されてるんですよ。で、一番入り口から遠いお部屋に案内されまして、女の子が後から来ましてですね、で、この女の子も20代に見えて若くて可愛いんですよ。で、来た女の子に服を全部脱いでシャワールームに行ってくださいと言われます。で、一人でシャワーを浴びまして、お部屋に戻ってきて、で、そこでまた女の子が登場するんですけど、女の子はですね、完全に服をびっしり着てる状態です。で、お部屋に布団が敷いてあって、そこにまずはうつ伏せで寝てくれと言われます。で、マッサージが始まるんですけど、このマッサージがめちゃめちゃ本格的で、天井に棒がありまして、それにぶら下がって全体重をかけて僕の背中を圧迫してくれるマッサージをやってくれるんですけど、で、その後背中からオイルが始まっていくという感じです。で、鼠径部の方はですね、明らかにあそこをやってくれるんだなっていうような触り方をしてきます。ただここまでは手だけの匂わせしかなくてですね、仰向けになった瞬間に僕は攻めました。聞いてる限りチャイエスとそんな変わんないですもんね。そうなんですよ。女の子を耳元に寄せましてですね、本ありますかと。そしたらもちろんノーって返ってきた
たので、ここでですね財布から諭吉を出しまして、あるよとお伝えしたらですね、ノーと言われました。聞くとですね、3000円出してもらったら服の上までだったらタッチは OK らしいんですよ。ただそれ以上先は絶対にないと突っぱねられまして、もう諦めて最後はオイルのハンドでスプラッシュなんですけど、最後ママさんをその部屋に呼びつけました。本当にないんですかと、ないよと、昔からそれは本当になくて、あるんだったら別の店があるから、多分お兄さんそれと勘違いしてるよと。まずそんなクレーマーの嫌がらせみたいにねする前に、痩せて容姿どうにかした方がいいと思います。何しに行ってきたんですか。本当に何しに行ってきたんだなと思って、同時に思ったお客さんがいたんで聞いたんですよ。そしたらその方常連さんなんですけど、言われました、これはあくまでもネットの噂で、ここは間違いなくないですと。結局サワディの人気の秘密は何なんですか。可愛いのと中が綺麗という。なんでこんな対抗式の店多いんですか。ママさんも常連さんもそこのルーツは分からないと言ってました。何しに行ってきた。いや、すいません。はい、ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。なんかちょっと寂しいね。え、持ってないでしょ。いや、あと一泊ぐらいしていけばいい。普段一切連絡してこないじゃないですか。あ、またね。ありがとうございます。いつでも呼んでよ。頑張ってください。はい、またよろしくお願いします。次はタワマンで。タワマンでお会いしましょう。88も89も見分けつかへんやんか。はい、そこをね1年ぶりに闇暴いてほしいなと。今ウグイス谷のプランタンっていうホテルの前です。皆様に嘘のことをお伝えしてしまいまして申し訳ございませんでした。